こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はね、ちょっと今すぐにお腹空いちゃったから食べたい、そんな時にねすぐ作れる、はい、パスタ、それをね紹介していこうと思います。やったー。ほんなら行こうやか。このチャンネルでは美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、今日はねもういきなり茹でるところから始まっちゃうよ。これ1リットルの、お水に対してね、15グラムぐらい、大さじ1杯ぐらいかなの塩です。味付けはもうほぼこれで終わりだからね。はい、お湯がねだんだん沸いてきたんだけども、ちょっとね沸騰して茹でちゃう前にね、これバターなんですけど、ちょっとボウルにね入れてこれちょっと溶かしておきます。はい、まあおおむね溶けたらね、あとはね余熱で溶けますからね。はい、じゃあパスタ茹でていこうかな。はい、今日はね、9分茹でですので、そのまま9分茹でますよ。ちょっとさっきタイマー回しちゃったけど、全部使ってからタイマー回した方がいいね。ちょっとこのロスタイムがね30秒ぐらいあるんで。はい、そろそろね茹で上がりますよ。はい、じゃあねこれを一回、ちょっとザルにね上げていきます。あんまりしっかり切らない方がいいですね。ちょっと、いやこれは残りすぎだ。ちょっとねこう残るぐらいがいい。そしたらねここへまずバターね。そしてこの、明太子ね。これ明太子って書いてあったけど、中身見るとねスケソウダラの卵とかね、なんかいろんなものが入ってたよ。はい、じゃあこれで仕上げていきます。はい、じゃあ盛り付けようか。はい、じゃあ仕上げにねこの刻み海苔を、これね風味が上がりますからね、これでね。はい、明太バタースパゲティ完成です。はい、じゃあね早速食べてみようと思うんですけども、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。いただきます。いかん、めっちゃうめえ。
うん。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかったこれ。うん。ちょっとね、バラコ明太子っていうあの冷凍食品なんですけどね、あれ業務用のスーパー、アミカとかね、業務スーパーとかその辺で売ってますんでね、興味がある方はぜひ手に入れてみてください。裏見てねちょっとがっかりしちゃいましたけどね、明太子じゃねえじゃねえかみたいなね。まあまあまあ、でもね美味しかったです。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。バターとね、この明太子、それとあとは、茹でる時にね入れた塩以上。でも本当にこれ美味しい。で普通の明太子ね、を使う場合は、明太子って結構塩度がね高いのもあればそんなに、しょっぱくなくて甘口っていうのかな、あんまり塩分が強くないやつ、いろいろありますから、それはね、茹で湯の、塩加減で、加減をしてみてください。塩加減で加減いいか。はい、そんな風でね、これもうめちゃくちゃ簡単、要は食べたいなと思ったらすぐに湯を沸かし始めてください。あとはもう茹で時間イコール、調理時間ですからね。いやーこれ本当に美味しかったな。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。